おはようございますの久保ですで昔からですね悪化が良化を駆逐するっていう言葉があるんですけどもこれはですねえ偽金とか質の悪いお金が世の中に出回ると本物のお金とか本当に質のいいものすら信用を失ってしまうってことですよね、まあ、皆さんもどうですかね今手にしてるお財布のお金の大半が偽物だよって言ったら 本物と偽物の見分けがつきにくいんで本物ですら使えるのかなとかねお金を受け取ったときでもこれ偽物なんじゃないかなと思ってお金に対する信頼を失ってしまうかもしれないんですよね、まあ、こういうふうにね私たちの暮らしにはいろんなものがね一部の悪が全体の良いものをダメにしてしまう例っていうのは結構あるんですよね例えばですね私利私欲にまみれてとか自分の恨みを晴らすために自分の保身のためにやった行動が全体の利益を損なうとかね平和を壊してしまうってこともあると思うんですよ最近の例で言う と、まあ,あの、ね、大規模な放火の例がありましたよね、えー。まあ、アニメーションの会社に対して。えー まあ、なんかね。自分の恨みを晴らすためか、何か分かりませんけど、ガソリンを振りまいてね。そこに火をつけてしまったてて悲惨な事件がありますけども、あれもその典型なのかなと思いますし、おそらくこの世界がですね。あの核戦争で滅びるとしても、一部の本当にね。あの、自分の私利私欲に、えー、まみれた人がお手つきをしてボタンを押してしまうってことになんのかなと思うんですよね。そしてえっ、ー、とこのね放送を聞いていらっしゃる方の身近な例で言えばまあ、例のやつですね。例のやつに関しまして、本当にね。善処しようと思って一生懸命。に えーまあ、軌道修正をししようとしているる人がいる中自分のお金さえ戻ればとかね自分の保身さえできればっていう方がう余計なことをしてですねあの弁護士を立ててみたりとかそれから私のね動画を流用したりとかしてもうついにですね もううまくいくものすらうまくいかなくしてしまうということもね何度も起きております、本当になんかね勝手なことをすること、それから浅はかな考えっていうのがどれほど愚かなことかって分かると思うんですよ、そしてですね多くの方が一つの、一人のねバカな人、まあ、一部のバカな人の考えで全体が迷惑をこむるんだよっていう,ふうに嘆くと思います、絶望すると思います、でもまあご安心いただきたいと思います、あの愚かな人の知恵に賢い人の知恵っていうのは必ず勝つんですよ。 少し時間がかかりますけどもその愚かな人の行動っていうのは必ず、うん、賢い人がですね、えー、それ以上の知恵を出して全体を復旧させることができるんですよね、まあ、私もそのように考えて、えーまあ、日々ね、えー、そちらの修正の方に努めてるわけなんですけどもそしてまあ悪人っていうのはね悪人っていうかねちょっとね考えの浅はかな人って続かないんですよね、うん、ですのですぐ退場していくと思います、まあ、先日の話ですけども、まあ、私の、ね、公開限定動画を 流出した人がなんか、ね、すぐ分かったんですよね、うん、私の方にお知らせしてくださる方がいらっしゃって、まあ、その方に対して私がね何か個人的に恨みを晴らすことはしないんですけどもただ私が黙っていても私以外の人のね、えー、なんか怒りの感情がその人に向かうことは止められないかなと思いますね、まあ、そこででですねここで今回ちょっとまとめをしたいんですけども、まあ、ある一部のネガティブな人とか悪い人っていうのはねやっぱり世の中に存在するんですよ その悪い人はネガティブな人に対して攻撃しようとかねなんか論破しようと思うとこの人まで悪いエネルギーを発しないといけないんでもうネガティブが2つになっちゃうんですよねで私が考えているのは悪い人もいるネガティブな人もいる足を引っ張る人もいるだけどもそこには関わらずにそれを放置しといて 片っぽで、ね、もっともっといいことをたくさん発信したりとかもっともっと世のため人のためになることをたくさんすることによってポジティブなエネルギーをもう増やしていくとで相対的にあのネガティブなものをちっちゃくしようかなと思ってるんですよね皆さんもそういうふうにね、あのー、個人的な恨みを話すとかねやり返すとかね論破して楽しもうなんてことを考えずにですね自分の良かれと思うこととかそれから全体の利益になることを一生懸命追求すればいいんじゃないかなと思いますそれがですね ものが悪いものを征服していくことになるのかなと思っておりますそれでは本日もいってらっしゃい